今回は誰でもできる簡単にふくらはぎを細くする方法ということで紹介していきます。ふくらはぎを細くするためにストレッチしてる人も多いと思いますが、まず実はストレッチをしてもふくらはぎ細くならないんです。今回の動画を最後まで見ると、なぜふくらはぎを細くならないのか、ふくらはぎを細くするためにはどうしたらいいのかというのが根本から分かってきます。運動も含めて一緒にやってみてください。はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回はですね、簡単にふくらはぎを細くする方法というのを紹介していきます。ふくらはぎを細くするためになんですが、大切なのは足の裏の重心、股関節周りの筋肉、この2つがまず一番大切になってきます。なぜかというと、ふくらはぎは右と左に筋肉が分かれています。どんなにストレッチを頑張っても足の裏のバランスが悪いと、内側だけ大きくなる、外側だけ大きくなるって言ったまん丸のふくらはぎになってしまいます。次に股関節周りの筋肉が弱ってしまうと、歩く際に足を上げずに足首で歩いてしまう形になってしまいます。そうなるとふくらはぎに瞬発的に力がかかってしまうので、どうしてもふくらはぎの筋肉が発達してなかなか細くなりません。そこで今回は足の裏のバランスを良くするために、やじろべえというエクササイズを行い、それで足の裏のバランスと股関節周りの筋肉を強化していきます。その後にストレッチを含めてふくらはぎ痩せを行っていきましょう。それでは紹介します。やじろべえ、とっても簡単です。片足になった状態でバランスを30秒間取ってください。少し膝を曲げた状態で足をいろんな位置にバランスを取りにくく保って30秒キープです。これで足の裏のバランス、弱っている中殿筋、小殿筋が鍛えられて正しい歩き方が作れます。いきましょう。スタート。中腰でいろんな位置に足を持っていくだけです。やったことある方、簡単かもしれませんが、いろんな足の位置でバランス悪くして足裏をいろいろ使ってください。どうですか皆さん、とっても簡単だと思いますが、バランスを自分で悪くしてください。あと少しです。はい、 OK。 反対いきましょう。スタート。こういう感じでね、いろんな位置にバランスを悪くさせてください。歩く際に使われるのがこの辺を使われます。この辺の力がついてくると、歩く際に自然と足が上がってね、ふくらはぎに負担のかからない歩き方ができます。どうですか。はい、 OK です。次にふくらはぎに疲れをためないためにストレッチも大切になってきます。一緒に伸ばしていきましょう。はい、こういったランジの姿勢を作ります。膝痛い方はタオルか何か敷いてください。この状態で膝を伸ばして前かがみです。たまにつま先上げてください。30秒です。いきましょう。こういう感じでね、つま先を伸ばして膝を伸ばす、つま先を上げて膝を伸ばす、こういう感じで伸ばしてください。足首硬いと瞬発的にふくらはぎを使ってしまうので、筋肉やおくするのも大切です。あと少しです。はい、 OK。 反対も同じようにいきましょう。スタート。グッとね、腰がね、痛い方はね、伸びにくいかもしれませんが、つま先を伸ばしたバージョンとつま先を上げたバージョン、しっかりね、痛いよって方は硬い証拠です。しっかり伸ばしてください。よし、はい、 OK です。はい、今度はこのように山を作ります。山を作った状態で歩く感じでふくらはぎを伸ばしてください。膝の後ろを後ろに出す感じです。30秒いきましょう。スタート。こういう感じでね、伸ばしてください。あまりお尻はね、振る感じじゃなくて、腰回りを安定させて膝の裏を出す感じで、かかとをしっかりつけてください。
これでね、痛いよーって方はね、足首がちょっと硬いかもしれません。この次に足首伸ばしていきます。どうですか？よーし、 OK。 はい、今度はうんち座りでキープです。もしバランス取れない方はね、こういう感じでもいいです。バランス取れる方、足首が多い方は膝の上に手を置いてぴょんぴょん跳ねるだけです。30秒いきましょう。スタート。こういう感じでね、昔からこうでもいいです。これでね、足首の腱をしっかりね伸ばすことで、ふくらはぎに瞬発的に力がかからなくなってくるので、ふくらはぎが疲れにくくなります。こういう感じでね、お尻をね動かしてください。ふっふっ。食後はちょっと気持ち悪いかもしれませんね、これ。はい、 OK。 最後は前屈した状態でつま先を交互に上げます。膝が伸ばせる方はね、伸ばしながらつま先一緒に上げてください。スタート。最後です。できるだけ前屈して膝伸ばしながら交互に、お尻を斜め上に上げる感じで、ふくらはぎとハムストリング、お尻を伸ばしてください。ふわ、こんな感じでね、ちょっと見えにくいかもしれませんが、あと少し。はい、 OK です。お疲れ様でした。今ので足の裏の使い方、歩く際に使われる筋肉、使いすぎているふくらはぎと太ももの裏がストレッチできました。このメニューを全部セットで毎日行うことで、ふくらはぎは確実に細くなってきます。ですが、ふくらはぎというのは、やはり体重によっては負荷がかかりすぎている場合があります。例えば40キロの方、60キロの方、ふくらはぎにかかる力が20キロ差があります。体重が減っていくとともに、ふくらはぎへの負担が減ってくるので、もちろんその方が細くなりやすいですが、ふくらはぎだけ特別太い。そういった方は、今回行ったことが原因にあるかもしれません。マッサージだけしてたよ、ストレッチだけしてたよって方はですね、今回のやじろべえなんかも含めて一緒にふくらはぎ痩せを行ってみてください。頑張ってやったよ、勉強になったよって方は、よかったらグッドボタンやコメント、そして SNS もやってますんで、説明欄からリンク見てもらって、フォローやシェアもよろしくお願いいたします。今回もご視聴ありがとうございました。